アベンジャー級総会館はアメリカ海軍の総会館の艦級、アメリカ海軍では大嫌い戦艦艇と呼称している。ネームシップの建造費は9970万ドルであった。1970年代初期、優勢なアメリカ海軍原子力潜水艦に対抗してソビエト連邦軍は嫌いの高性能家、 深深度化を進めており、アンテナ機雷や単かかり止め上昇式機雷の中には、水深2000メートルまで、付設可能なものも出現してきた。このような深深度に付設された機雷には、従来の総海底では、対処困難であり、海中を航行する潜水艦にとって、大きな脅威となった。当時のアメリカ海軍はヘリコプターによる航空隊機雷船に注力していたが、 これは新進度総会には不向きであった。また1973年のベトナム総会作戦などの戦訓もあって、アグレッシブ級などの大型総会艇の後継として、外洋型総会、機雷相当艦艇の開発を進めていた。これによって建造されたのが本級である。磁気機雷への食らいを防ぐため、船体は非自制化する必要があり、 アグレッシブ級と同様の木造構造となっている。一方、新進度総会のための各種装備を収容する必要から大型化しているため、所定の強度を確保するための配慮がなされている。朝鮮首労戦形を採用し、全長の4分の3程度を占める、戦首楼甲板を強度甲板とすることで、縦強度の保持及び、不在寸法の上昇を抑えている。 なお安定性の問題から、収益後に主戦隊を1.8メートル延長する、回収が行われた。外反は、内側2層は30度の、両、矢羽根張り、3層目は厚板を前後方向に、そして最外層は薄板を、片矢羽根に張っている。合計厚さは114ミリメートル、すべて接着である。フレーム部材は254、457ミリメートル、 1.07メートル沖に配されている。なお外反と甲板はガラス繊維強化プラスチックでオーバーレイアップされている。主機関としてはディーゼルエンジン4機で2軸の可変ピッチプロペラを駆動するコだっト方式を採用している。このディーゼルエンジンは初期立て造艦では5機小 L-1616 が搭載されていたが3番艦以降ではイソッタフラスキーに ID36SS6VAM に強化された。一方、静音性が要求される相当時には、低速電動機に機による電気推進を行う。また、精密な相関のため、全周線開始機のバウスラスターも備えている。なお、ID36SS6VAM には、信頼性の問題が指摘されている。電源としては、指揮官と同型のディーゼルエンジンを原動機とする。 発電機を3セット搭載して、1 1 2 5ットの出力を確保している。さらに総開発電機として、出力1 7 5 0ットのシーメンスアリス、ソラー社製、ガスタービン発電機も搭載される。本型の待機来線システムの大きな特徴が、情報処理装置を中核としたシステム構築がなされている点である。その機種としては、当初は、アン。 SSN-2 精密統合工法システム及び、a n ク1 3工法、式統制システムが用いられていた。その後、1994年により、イギリスの GEC コー2社のノーティス M のアメリカ版である a n ク1 5に更新された。機雷探知機としては、新開発の AN-SQ9-32 が予定されていたが、開発が間に合わず、 前期立て造艦では MSO で搭載されていたアン S99-14 を改良したアン S99-30 が搭載されており、6番艦よりアン S99-32 を装備化した。これは可変深度ソナーと春ソナーを兼用するという点ではアン S99-14-30 と同様であるが、ヨーロッパのトムソンシントラ社も開発に加わっており、 ノーティス M 相海底情報処理装置などと統合されてシステム化されている。上記の経緯より本級では深深度爽快能力が付与されており、その最重要の装備となるのがマーク116モット0機雷処分システムである。MNS の中核となるのがハネウェル社製のローフであるアン s l 四4 8機雷処分具で、これは重量1 1 3 6ラム 出力15馬力の圧力モーターに気によって6、ノットの速力を発揮できる。母艇給電式であり、ケーブル長は1524メートル、運用深度は500メートルと推定されている。その後、2012年より、使い捨て式のシーフォックス自走式、機雷処分用弾薬による更新が始まっている。本型は、機雷総会にも対応しており、 下記のような爽快具が搭載されている。ありがとうございます。